下松バイパス、山口県下松市桜町下松バイパスは、山口県下松市東方以来が、浜から道始末部中に至る国道188号のバイパスである。かつて、下松バイパスに該当する区間の国道188号は、下松市街地を経由し、徳山支援席の東石交差点で国道2号と合流していた。この区間は、 車線数が2車線と交通量に対して十分なものと言えず、徳山市と下松市の間の広域物流交通、及び下松市街地内の生活交通が複層し、頻繁に交通渋滞が発生していた。これを解消するため、下松市街地の北側を迂回する形で、バイパス道路の整備が計画され、国道2号集南バイパスと一体的に建設された。なお、旧道は、 山口県道170号すくもじまぐしが浜停車場線及び山口県道366号徳山下松線となっている。全線が暫定2車線で開通している。4車線化整備が可能な用地を取得済みであるが2021年現在拡幅の計画はない。1996年3月には末竹、中交差点をまたぎ周南バイパスと直結する。 末竹田菓華が開通している。接続路線図、秋文社、マップル全日本道路地図、秋文社、P43、ISBN4 から398300309。ありがとうございます。